こんにちは。聞こえますかね？聞こえますか？お、言えますか？聞こえる。大丈夫？待ってね。はい。お、よいしょ。家？いいです。はい。じゃあ、7人の方が入ってきますか？いい準備。はい、大丈夫です。よし、じゃあ始めます。お、空が。では、第2回ということで、このインスタライブ、山田さん、参加してるんですけども、引き続き、結構前回好評だったんで、第2弾ということで、本日のゲストは、ドイツでプレーする太田康介選手です。お願いします。お願いします。はい。もう14人の人が見てくれてて、すごいね。康介とはね、結構しょっちゅう、会うんだけども、はい。ちょうどね、今11月も終わりかけで、高校サッカーとかが結構、ね、終わってて、で、高校3年生とか、大学4年生とかは、これからね、進路について、どういうふうにね、多分やっていこうかなっていうのを考える時期なんで、そんな、高校生とか、大学生も含めて、その海外留学に興味ある人っていうのは、いるのかなっていうふうに思うので、そういった方に、リアルな情報とか、留学生の声っていうのを、シェアできたらなと思います。おはい、願いします。お願いします。では、まず簡単にちょっと自己紹介を、じゃあ、お願いします。はい、長崎県出身の、今年の3月に、関西学院大学を卒業して、で、今年の7月から、ドイツに行きました。23歳の太田康介です。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、高校からのその所属チームとか聞いてもいい？中学校が長崎南山中学校で、で、高校がそのまま長崎南山高校で、で、大学が関西学院大学になります。で、今はドイツに来て、はい。プレーしているところで、ちなみにその高校の時とかの、その成績とかってどれぐらいのレベル？高2の時に、インターハイと選手権は出場して、で、その選手権で、初戦、桐光学園と、対戦して、小川航基選手とか、伊坂善院選手とか、っていうところとやりました。それが一番いい成績かなと思いまその時は、す。はい。試合に出て、実際に対戦しました。その時のポジションは？あ、センターバックで、はい。今もセンターバック、今、うちではサイドバックやったりもしてるけど、大学までセンターバックっていう感じで。はい。で、その後に、関西の名門大学、関西大学のサッカー部に入るわけですけども、その時は普通に推薦とか。指定校推薦で、はい、入りましたね。で、そこサッカー部入って。はい。何年生トップチームに絡み始めたの？トップチームに上がったのは3年生からで、で、その3年生で、試合にも出れるようになったっていう感じですね。でもめちゃくちゃすごいよね。でも3年生から試合に出場してね。そうですね、自分、スポーツ推薦とかでは全然なかったので、もう1年生の時とかは一番下からスタートしてそこっからてい這い上がっうふうに、はい、そうですね。叩き上げセンターバックだよね。全然そんだなからことない。そうだね。じゃあ3年生、4年生っていうのはね、関西の一部でやってて、サッカー留学とか、その海外でプレーしたいっていうのはどれぐらいから思い始めたの？漠然と考えてたのは3年生ぐらいの頃で、大学の先輩たちがオーストラリアだったりスペインだったりっていうところで、サッカーをしているのを見てて、
まあ、その自分の中でも選択肢にはあったんですけど、まあ、一番は日本で J2 以上のチームに入るっていうのを目標に、まあ、大学時代やってて、で、まあ、それが叶わなかったので、まあ、実際に、海外で挑戦しようっていうふうに決めました。なるほど。そしたらじゃあ一応身近なところに海外でプレーする選手がいて、まあそういうのを確認して、まあなんとなくこう自分でこう意識し始めたっていう感じかな。はい、そうです。じゃあ結構具体的に決めた4年生ぐらい。そうですね。実際にコロナの期間で前期リーグとか4年生の時の前期リーグとか全くなくて、まあ、その自粛期間とかにまあいろいろ自分なりに考えて、まあ、結構具体的に考えていったって感じですね。ちなみに就活とかは全くやってない。そしたら。そうですね。やらなサッかっカーただけです。考はえい。てなかった。うん。まあコロナだったんでやってもよかったかなっていうのは今まあ思っね。てるんですけど、ままあでも難しいコロナだから、就活あ、はい、も。ちなみに、まあ海外留学、まあ海外でプレイするにあたって、なんかこう先輩から実際にこう話を聞いたりとか、アドバイスとかもらったりははい、した？そうですね。実際に何回か話を聞かせてもらって、まあ、実際にどういうところで苦労してるだとか、まあ、どういうところが通用するだとかっていうのを、まあ、実際に海外でやってる人から来てるのは一番大きいかなと思って連絡を取って話を聞いたりしてましたね。じゃあその実際にその海外に来る前ってどういうイメージだった？その海外サッカーとか、まあ、アマチュアリーグになると思う。はい。まあ、そうですね。まあ、日本より激しいっていうのは、まあ、イメージではあって、まあ、実際こっちに来てもそのイメージ通りではあったんですけど、まあ、結構、まあ、言語の壁とかっていうふうには結構聞いてたりはしてたので、やっぱそこは苦労するのかなっては思ってましたけど、まあ、実際こっちに来てみて、まあ、多少なりとはありますけど、まあ、試合の中で練習の中でコミュニケーションは結構自分自身は取れてる方なので、まあ、そこでの、なんだろう、苦労っていうのはあんまりないかなっていうふうには思ってますね。ああ、じゃあ結構、まあ、チームメイトとか、はまあ、い。コミュニケーションは取れたりする。はい。昔ね、まあ、俺もね、何回か試合に行ったりしてるけど、もう一番出してるよね、声。そうですね。自分が一番声出してる声と出思います。はい。ね。すごい、こういう姿勢とかはね、すごい大事だと思うしね。チームメイトの信頼とかも、はあったりすると思うし。まあまあ、そんな中で、じゃあ、具体的に、まあ今ドイツやけど、なんか他にあったりした？海外留学の先。い、はい、いやー、結構ドイツ一本というか、他の選択肢はまあ考えましたけど、あんまりイメージが湧かなくて、その理由はあったりするの？ドイツを選んだ理由ですか？まあ、ドイツを選んだ理由は、まず、まあ、二つぐらいあって、まあ、一つ目は、まあ、自分自身、まあ、守備の選手なので、まあ、大学時代までセンターバックだったり、まあ、今はサイドバックですけど、まあ、守備の選手なので、まあ、対人だったり、球際っていうところの、守備力を、まあ、自分自身高めたいと思って、このドイツを選んで、まあ、世界のサッカーの中でも、まあ、ドイツがそういう部分一番激しいっていうのは聞いていたので、まあ、自然と、まあ、そういう環境に身を置くことで自然とそういう力も身につくのかなっていうふうには考えてて、で、まあ、2つ目は、まあ、外国人枠がないっていうところで、まあ、それですね、外国人がないからこそフラットに見てもらえて、まあ、実力があればそれだけステップアップもできるっていうふうに聞いていたので、まあ、そういうところでドイツっていう国を選びましたね。そうだね。まあ、実際にね、はい。多分ドイツでいるこう日本人選手っていうのは多分世界でも一番多いっていう、まあ、情報もあって、まあ、治安の面だったりサッカー表面とか、まあ、その国民含めてなんかやっぱり
日本人、まあのみならずだと思うんだけど、やっぱ受け入れと移民とか、いろんなやっぱ人がいるから、まあそういった受け入れね、とかもあったりして、やっぱ、ね、行きやすい国ではあるかなっていうふうには、まあ思うかな。で、まあ実際にそのやっぱ海外でプレイした時に、まあいろいろね、留学会社とかエージェントとかあったりすると思う。もともとこの WFC、ワールドフットボールコネクションを、まあ、その知った理由っていうか、きっかけ、はい、とか。まあ、海外でサッカーをするっていうのを考え始めた段階で、まあ、いろんな SNS だったり、インターネットとかで、こういうエージェント会社とか、まあ、そういうのをやってる人たちっていうのをまあ調べたりしてて、で、その中で、まあ、Twitter で、この、ワールドフットボールコネクションを運営している大見さんのツイッターを見つけて、でそこから連絡を取って、まあ、実際に話を聞いてもらったり話をしたりしてこの会社を知りましたね。あ、なるほど。じゃあ普通に紹介とかで、はい、自分で調べて、まあ、知ったって感じ。はい、なるほど。ちなみになんかその他の会社とかも多分いろいろ思うけど、このなんかWFC だけしか見てなかったのか、まあ、他も見てここに決めたっていう。ああ、それはまあ他もいろいろ調べたりはしてたので、いろいろ見て見た上で、まあ、ここを選びましたね。あれですよ、なんか具体的にあればなんかそうですね、まあ実際にドイツの中でいろんなつながりがあったり、そういうのをまあ、見たりして、であとはまあサッカー以外の面でいろんなサポートが結構充実しているっていうふうには、まあ、いろんなサイトを見ながら、知ったので、まあ、ここが一番ドイツの中でいいのかなっていうふうに思って選びました。ありがとうございます。言わせてもう一言即興でやって、あのまあそんな中でこう海外実際に決まってから、はい、準備したこと、いろいろ先輩の話したりしたと思うんだけど、なんか具体的に何かやってたこととかある？行くって決まってから別に特別準備したことはないんですけど、まあ、コロナの期間とかもあって、まあ、その間にドイツ語の勉強とか、まあ、参考書買って、まあ、一通り文法とかを勉強したりとか、まあ、アプリ携帯のアプリとかでドイツ語の単語とか、まあ、発音とかそういうところもちょっと勉強したりとか、うん、まあ、あとはそうですね、それぐらいですかね、自分自身が準備してきたものっていうのは、うん、その時にじゃあ、まあ、コミュニケーションっていうか言語のところ、はい、と実際にじゃあ、まあ、こっちに来てみて、まあ今年の7月ぐらいに来て、まあ、大体5ヶ月ぐらいかな、はい、ちょうど去ったのかな、はい、実際にこう住んでみて5ヶ月間、はい、どうですか？じゃあまあ生活、生活、そうですね、うん、生活面で言うと、まあ、食料に困っていることはなくて食料に困っ、なんかなんだろう、まあ、じゃがいもとか野菜とかっていうのも、まあ、日本と違ってこう何キロ単位で売ってたりしてて、まあ、それも結構安いので、まあ、そういうところでも苦労、あんまり大変だなって思うところはあんまりないですね、生活面に関しては、うん、スーパーとか行ってさ、はい、まあ、日本でももちろんスーパー行ったと思うけど、その物価はどう感じた？物価はそうですね、あんまり日本と変わらないかなっていうふうには思いました。そうね、まあ、自分自身も大学時代から、まあ、自炊はしてたので、まあ、そこら辺の差はあんまりないかなと思います。結構やっぱりこういう質問だったり、やっぱりこうイギリス留学とか結構、あとスペイン留学とか、まあ、多かったりする中で、ヨーロッパで結構高いイメージとか、まあ、あるんかなと思って、はい、まあ実際まあ日本と変わらないで、特にドイツって結構わりかし安いかなっていう。そうですね、まあ、フランクフルトはねなんか高いって言われてるけど、まあベルリンとか、まあ、他の街は結構
もっと。うん、なるほど。まあ、物価とかは同じぐらいかなっていう印象で。はい、で実際、まあ、サッカー、環境面とかはいかがですか？はい、環境面は、自分的にはめちゃくちゃいいと思いますね。なんか具体的にあったりする？まあ、まず、自分のチームのことを、今入っている自分のチームで考えると、うん、まあ、試合をする芝生のコートが一面あって、それ以外に練習で使ったり、まあ、アカデミーとかが使う芝生が、まあ、それ以外に4面あって、計5面の、全面芝生のコートがあったり、まあ、人工芝も1面あったりして、そういうところも結構環境的にはいいと思ってますし、まあ、練習着だったりユニフォームっていうのも、まあ、おじいちゃんのホペイロがいるんですけど、まあ、その人が、まあ、全部準備してくれたりして自分で持って帰って洗濯したりっていうことはする必要がないので、そういう面でもいいですし、まあ、給料面でもまだまだ自分自身6部ですけど、まあ、多少なりとは固定給、出場給、勝利給っていう一応あって、こう6部でお金をもらえるっていうのも、まあ、ドイツだからこそ、このサッカー環境だからこそこうもらえてるのかなっていうふうには思ってるので、結構すごいかなと思ってますね。やっぱ日本だとね、なかなかそういったマッチクラブというか、同じカテゴリーのチームだと、そこまでね、してくれるチームって、まあ、なかなかね、ないと思うんだけど、あんなにさ、スパイクがめっちゃ並んでるじゃん、クラブハウスに。わかる？あ、なんていうの、ね、スパイクがさ、めっちゃ並んでるじゃん。あ、はいはい。あ、なんていうんだろう、ウェアが置いてあるところ、部屋。はいはい。選手のスパイク。選手のスパイクですね。あれはみんなあそこに置いてんの？それでも持って帰ってる？ほとんどの人は置いて帰ってますね。あ、じゃあもう本当なんか手ぶらみたいな感じで練習。いや、本当に手ぶらで行きますよ、練習は。はい。もうウェアも準備しちゃって、まあ、スパイクもあるからね。はい。そうだね。で、やっぱり多分、ね、留学を考えてる人とか、まあ、実際にこっち来てない、やっぱそのね、施設の充実さとか環境面の良さ、なかなかこうイメージ湧かないと思う。はい。実際にこっち住んでみてやっぱ感じる部分はあると思うし、で、ね、6部7部であってもそういった、まあ、勝利球出たりとか、まあ、もちろんチームによってまちまちなんだけど、多分その辺は意外と知らない人とか多かった。でもちろん、まあ、それだからもらえるわけじゃないんだけど、その辺はね、やっぱ海外でプレーするっていうところでやっぱハードルを下げてくれる一つのね、大きな要因かなっていう、そういう生活費とかね。そうですね。うん。でももちろんその、まあ、コースケのところは、なんだろう、出場級とかけど、まあ、家を準備してくれたりするチームも、まあ、あって、まあ、そうするとね、もう毎月大体、普通に家賃払えば350とか400ユーロとかかかるところが、チームがね、用意してくれる。まあ、無料ってなればだいたい年間でまあ50万近くこうそのステップが抑えれたりするところもあるから、まあそこはね、一つやっぱドイツサッカーの大きな魅力かなというふうに、まあ、感じるかな。はい。まあ俺も実際こうチームまあ見たりしてるけど、まあ、コウスケのチームはまあその中でもね、まあ、結構良くて、環境面っていうか、まあいいよね、いい環境だよね、あそこは。はい。日本もかっこいいし。はい、そうですね。なんかその、実際にサッカー面に関して、その日本とドイツの違いとかは感じたりする、はい、そうですね、まあ簡単に言うと、まあ、ドイツのサッカーは強いって感じてて、うん、で、まあ、日本のサッカーはうまいっていう風な感じをこっちに来て、まあ、感じたんですけど、まあ、まだまだ6部でレベルは高くないですけど、まあ、フィジカルだったり球際だったり対人っていう部分ではやっぱり体格も結構すごいですし、まあ、人とか関係なくボールめがけて全力でスライディングとかしてくるので、うん、そういう部分は本当に激しいところではあるので、まあ、楽しいところではあるんですけど、
まあ、そこの基準がやっぱり日本のサッカーと比べると、まあ、全然違うのかなっていうふうには感じましたね。うん、で結構やっぱ難しさは感じたりするサッカーの違い。はい、結構一人一人がもう奪いに行く守備というか、もう本当にボールめがけて体ごと来るっていう感じなので、受ける側も結構しっかり準備しとかないと本当に怪我する、結構危ない感じなので、まあ、そこの激しさっていうのは日本と大きく違うのかなっては思ってますね。うん、確かに見ててもなんか格闘技なんじゃないかっていうねシーンあったりするし、はい、やっぱ6部はまあバチバチでもうね乱闘まではいかないけども、はい、もう小競り合うとかね全然あったりするしね、はい、まあ、コウスケも183センチぐらいあるでしょ。はい、で日本だったらね、まあ、大きい入ると思うけど、うん、やっぱ、まあ、普通というか、そうですね、もう本当普通のあのコーナーキックとかこうセットプレーになってもあれコウスケどこおるみたいないや本当ですよね。ね、そうだね、まあまあそんなんもありながら、まあ、頑張ってるわけですけども、まあそしたらじゃあ今後の目標、はい、あったら、まあ今の目標としては、今の一番近い目標としては4部リーグに、上がること、チームに入ることっていうのを、まあ、今は目標にやってて、まあ、その後はもう3部2部と本当に上を目指してやっていきたいなと思ってます。うん、実際にさ、まあ、4部の試合見に行ったと思うんだけど、はい、どう環境とか、まあ、サポーターとか、そうですね、上のリーグになるにつれてやっぱりサポーターも結構激しかったり してますし、まあ環境面にしても、まあ、4部リーグだったらこう VIP 席があったりとか、こういろんな食事を出してもらえるところがあったりとかっていうふうには、結構環境面もどんどん上のチームになるにつれて良くなってくるとは思うので、やっぱそこはそうですね、ドイツサッカーのいいところかなと思ってます。うん、実際にさ、このドイツに住んでて、はい、このやっぱサッカー文化だなみたいなのって感じたりする？そうですね、もう毎週サッカーの試合をやっぱりいろんな人が見に来てくれたりとかしてて、まあ、6部のチームでも自分のチームでも本当にその地域の人たちもやっぱり毎週毎週見に来てくれたりしてるので、本当にサッカー文化が根付いてるんだなっていうふうには感じてますし、まあフランクフルトの試合なんかで行ったりしても本当にサポーターの熱が本当にすごくて、うん、隣に座ってるおじいちゃんとか本当にずっと叫んでるんで、本当に本当に好きなんだなっていうふうには思いますね。まあ、実際にさ、あのコウスケはアイントラとフランクフルトの、はい、まあ、試合ね、あの超ラッキーで、はい、まあ、で、まあ、あのね、まあ、ツイッターに上げてたけど、あの遠藤航選手から、その時がそのフランクフルト対シュツットガルトの試合 で、VIP 席で見てて、で、まあ、試合終わった後に、まあ、遠藤航選手の実際にその試合で使ってたユニフォームをこうスタンドにね、バッて投げてもらって、もらってたけど、どう、あのちょっとめちゃくちゃ羨ましいなと思ったけどそうですね、まずその試合に、ブンデスリーガー初めて見たのがその試合だったんで、まあ、それだけでも本当に興奮してたんですけど、本当にまあ鎌田選手とか遠藤選手も試合に出てて、本当に実際にこう日本代表レベルの選手のプレーを見れるのが、まあ、ほぼほぼ初めてぐらいだったので、まあ、本当に面白かったですし、まあ、サポーターもコロナ禍ではあったんですけど、まあ、5000人ぐらいは入ってて、本当にサポーターの熱もすごかったですし、で実際に、まあ、VIP 席をいただいて、だからこそこう近くまで、選手の近くまで近くで見ることはできたんですけど、でその結構選手が帰るロッカーに帰る直前に、まあ、自分自身がこ
こう近くに寄って行って遠藤選手にユニフォームくださいって叫んだら結構いいよみたいな感じで言ってユニフォーム脱いで投げてくれたので本当に一緒の宝物ぐらいの。そうだね、俺もその時はその席で見てて、はい、でね終わった後に合流した時になんか手にユニフォーム持ってんなと思って、でシュットガルトだからさあれみたいな、フルトルトで売ってないよねと思って見たらなんかね3番遠藤って書いてて嘘と思って手で見たからさなかなかね、はいはいはい、なんか俺もらってないからね、コウスケ応援してたんじゃないかっていうぐらい、え、マジみたいな、そういうことあるみたいな。ね、はい、まあ。めっちゃいい経験よね。はい。そうね、まあそういうのもやっぱね、ドイツならではという、うんうん、ね、まああると思うけど、あれはどのタイミングでユニフォームくださいっていうのは試合が終わって、で、選手がこうサポーターに挨拶して、うん、で、ロッカーに帰る、その階段を降りるところで、まあ、自分自身が声をかけてそれでもらったっていう感じですね。ね、じゃあもういつかはね、はい、そのやってるようにはい、欲しいなと思います。はい、はい、ね、まあ、まだね、5ヶ月だしね、まあ、始まったばかりだと思う、はい、まあ、これから、まあ、しっかりとそういう結果を残していってほしいなというふうに思うんですけども、まあ、これからね留学を考えてる人とか、海外留学に向けて、なんか、まあ、アドバイスとか、はい、ば、そうですね、まあ、やっといた方が、はい、日本いるときにこれやっといた方がいいよとか、まあ、実際自分がね、ま、でなんかこれ調べた方がいいよとか、なんかいろいろあると思う、うん、そうですね、まあ、一つ言えるとするならば、まあ、いろんな、まあ、高校卒業して、海外に来るだったり大学を休学して来るだったりいろんな状況の人がいると思うんですけど、まあ、そのただ海外サッカーを経験しに来るのか、まあ、それとも本気で上を目指すのかっていうのは自分の中でしっかりはっきりして、まあ、こっちに来た方がいいのかなというふうには考えてて、まあ、それがどっちがいいとか悪いの話ではないと思うんですけど、自分自身がどういう目的を持ってこう海外でサッカーをするっていう決断をするのかっていうところは、まあ、自分の中でしっかりと考えるべきではあると思いますし、まあ、こうやっていろんな人に話を聞いたりとかいろんな人に話をしたりして、まあ、考えるのは本当に大事だと思うんですけど、まあ、結局はそうですね、自分自身の人生なんで自分自身でしっかり決断して、でその決断にしっかり覚悟を持って望むことっていうのが本当に、まあ、自分が一番大事にしているところではあるので、で、まあ、こっちに来るために、まあ、やっといた方がいいこととしてもやっぱり言語のところは、まあ、やっていて損はないですし、まあ、英語、ドイツ語、まあ、いろいろな言語あると思うんですけど、まあ、最低限サッカーで使う単語だったりとかっていうのは、まあ、調べれば多分出てくると思うので、そういうところはしっかり準備してやっていった方がいいかなと思います。うん、そうだね、まあ、実際にもやっぱ1年とか2年ってすごいやっぱ海外で過ごすとすごいあっという間で、うん、でこうやっぱ自分の中でぼんやりとしたなんかものしか、うん、本当に、ね、終わった後になんか、うん、何も残らないわけじゃないけど、うん、やっぱりその明確思った人とやっぱそうじゃない人だったら、うん、1年後とか2年後ですっごいやっぱ差は開くと思うし、はい、うん、やっぱり海外に、まあ、そこの点でまあ一つね大きな決断かもしれないけど、うん、まあ、それプラスどうなりたいかっていうのをやっぱ自分の中でこう明確にしたら有意義な、ね、こう留学というか海外生活を送れるんじゃないかなというふうに、まあ、はい、はい、本当にコウスケ言った通りなんだけど、はい、そんなかな。そうですね、まあ、あとは周りの人に本当に感謝する心は本当に大事に持っていってほしいなと思います。自分自身もこうやって今ドイツに来れてるのも本当にいろんな人が支えてくれたり、まあ、両親がこうサポートしてくれたりとかっていうのもあるので、
当にそういう人たちのためにも頑張らないといけないなと思いますし、うん、やっぱりどれだけ自分自身が恵まれてるかっていうのを、まあ、感じるべきなんじゃないかなと思ってますね。ちょっと最後好感度上げようとしてる？あ、少し。いやいやいや、全然全然。大丈夫？あ、大丈夫です。好感度、はい。はい。なんかもし、その、実際、コウスケとか、まあ、その、サッカー留学に関して、なんか、もし質問等あれば、なんか答えれる範囲で答えたいなと思うんですけど、ないかな。コウスケの応援メッセージ。ありがとうございます。はい。コウスケ頑張れ。でもこういう方にもね、感謝しておかないとね、ちゃんと応援してくれてる人、一人一人に。まあ、なかなかね、実際にこう、留学してる人、海外で選手の声を聞けるところってね、なかなかなかったりするから、もうすごいね、ふうに思うんだけど。そうね、自分もできるだけ SNS とかで発信はしていきたいなっていう目は思ってますね。は多いんだから、なんか見てくれてるからSNS 頑張ってください、はい、でもあのね、ユニフォームもらったってやつはすごいいいね言ってたよね。はい、めちゃくちゃね、めちゃくちゃ言ってたよ。動画もう、まあ、またね、あの好評というか、はい、こういろんな声メッセージもらったら、またねちょっと第2弾、まあ次はじゃあそうね、4分に行った時に、そうですね、ね、ように、あ、ちょっとじゃあ最後質問いいですか、来てるんで。はいはい。サッカーでの固定給や出場給、勝利給で普通に生活できるくらいの収入は得られますか？はい。まあ、はい。にバイトなど、あ、そうね。別にバイトなどは、仕事なさってますかって、実際今、コースのビザは、はい。学校ビザでね、学校に行ってるから、はい、そう、語学ビザであれば、アルバイトができないので、別にバイトなどはしてないよね。はい、してないです、はい、で、まあ、サッカーでの固定給や出場給、勝利給で普通に生活できるくらいの収入は得られますか？6部だと難しいですね、それは。そうだね、サッカーだけはね。はい、まあ、あとやっぱ出場給、勝利給って本当に、なんだろう、個人じゃ出れるかとか、まあ、勝てるかってするから、はい、ね、本当にもうその月によってばらつきもね、あるしね。はい、全然ありますね。おいくらこんだけもらえるっていうのはなかなかこう安定ないところではあるけど、うん、ただもちろんお小遣いだ、なんだろう、その生活費だけとかであれば全然賄えるんじゃないかな、そうですね、うん、はい、そこで語学学校費っていうね、それが高い、それ全部をそのカバーは難しいけど、でももちろんその6部とか5部の中にも、プロ契約じゃないけど、そうやってもサッカーだけでそういる選手は、まあ、いると思います。うん、そうですね。やったり、まあ、チームによったり、このチームのスポンサーの、まあね、大きさとか、うん、で、大体まあ5部とかに行けば、こうそのプロチームっていうのもあったりするかな。うん、そう、まあ、プロチームってプロ契約選手とほとんどってなれば、そこまでいけば結構、サッカーだけで生活できるかなというふうに思うんですけど、まあ、6部で平均すると生活費全部はカバーできないかなっていう感じ、うん、そうですね、全然、まあ、うん、日本に比べたら、はいはい、まあ、4部とかいけばもちろんね、結構いけるやろうし、お金もらえる、だからそのプロの幅は結構日本に比べて多いかな、こっちの方が。そうですね。選手数とか、そのプロチームとかで言えばもちろん、なんだろう、そんだけやっぱ多いけど、その分やっぱそこを目指してる選手っていうのも多いから、うんうんうん、結局なんだろう、やっぱ日本に住んでて、
じゃあドイツ結構プロチーム多いしプロ選手多いからプロになりやすいって思う人も多分いると思うんだけど、もちろんそれその分ね、やっぱりそこを目指してる選手は多いから、その狭き門は変わりないし、まあ、むしろ日本よりも難しい、そうですね、一握りだからそこは、うんうん、競技人数とかが考えればね、うん、そう、でそういったやっぱこう自覚っていうかのをやっぱ持って海外でプレーしなきゃいけないかなっていう、でもそこでやっぱ実際のズレとかあって、うんうん、自分のその、うん、っていう感じですかね。自分自身も実際に日本で、まあ、プロにはなれない実力ではあったので、まあ、その実力を、まあ、しっかり考えた上で、自分の実力を考えた上で、まあ、こういう決断をしているので、まあ難しいことには本当に変わりはないんですけど、うん、そうだね、はい、そこはしっかり考えてるべき。だから言えばさ、やっぱその海外に来る選手ってもうほとんどがやっぱ日本でプロを、ね、オファーをもらってないわけじゃん、はい、でそれをやっぱり自分でこう分かった上で、うん、来なきゃいけないし、そこで自分の実力をなんて言うんだろう、あの過大評価じゃないけど、そういう人って中には、ね、いたりするから、やっぱその日本でプロになれなかったから、やっぱドイツ来てプロになれるっていうのはまあ大きな間違いで、日本以上やっぱ努力をしなきゃ、ね、そのもちろんその言葉の面とかその文化のそういった大きなアドバンテージがある中で、ネイティブにドイツ語を話せる人と、じゃあなかなか喋れない日本人がそこでこう 争わなきゃいけないから、そういったまあアドバンテージをこう踏まえても、その上に行くその契約を勝ち取るっていうのはすごいやっぱり簡単な話だ、ね、まあ並大抵の努力じゃね、なんか難しいだろうけどね、まあ、それでも私ではね、あの竹原龍之介っていう選手だったり、まあね、シンジ君とかね、前回とかは実際まあプロで活躍してるんで、はい、もちろん可能性はね、ゼロではないし、うん、本当にかなっていうところはあるか、はい、はい、そうね、もう質問はなさそうですかね、まあ、あの SNS とか、FC はあの Twitter、インスタやってるので、まあ、その辺気になることあればコメントもらえれば、はい、お返しするので、まあ、またね、第3弾、他の選手になるかなと思うんですけど、またコウスケもあのどっかのタイミングでいいタイミングがあれば、はい、はい、声かけさせていただきます。よろしくお願いします。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。よしでした。どうも。ではまた。はいはい、ありがとうございます。